ウブラジー。初めての体験メールをご紹介します。はい、長崎県長崎市、ラジオネーム夢に向かって歩くさん。私は先日第二志望の高校の受験があったのですが、理科の答案に名前と受験番号を書き忘れていました。うわ、それを思い出した時は次の学科の試験中もうどうしようもなくすごくすごく焦りました。ほんまやね。合格発表までの約1週間不安な気持ちで過ごしていたのですが、無事に希望のコースに合格していました。すごいやん。3月には第一志望の受験です。最後の追い込み頑張りたいと思います。あら、それは名前とか書かへんかったら学校でさ、0点になったりするわけやんか、はい、でもそこは融通聞かせてくれたんかな。あ、そんな気がしただけかもしれない。あー、なるほどね。そういうことね。書き忘れたかもしれないって思っちゃったっていうことか。あー、まあ思い込みで結構不安になるもんな。まあそうよね。まあ、それこそだってさ、今日とかもお家来るときさ、お家来るとき、ここ家なん、日本放送家なんですか。もうそれぐらいの安心感があるわけよ。ああ、なるほど。それぐらいの安心感があるから。いやー、すみませんね。何 LDK なんやろ。ごめんなさい。18LDK とか、もっとか。ほんまにもうそれぐらいこう居心地が良くてリフレッシュ、だからお家と間違っちゃった。お家と間違った。お家からお家に来るときですよね。あ、そうですね。だから僕が住んでるお家からこの日本放送お家に来るときに鍵閉めたかなって。あ、確かに、ね、やっぱり不安になる。あ、ありがたい。絶対閉めてんねんけど、エレベーター乗ったらなんかあれ鍵閉めたっけみたいな。そう、なんか毎日やることやから、なんていうのかな、染み付いてるけど気がついたらあれ閉めたっけってなるっていうね。そうそうそう、うん、そういうのあったりしますからね。あるあるですね。ぜひともね、再度確認というものをね、ぜひともしていただければいいなと思います。追い込み頑張ってください。はい、追い込み頑張ってください。はい、それでは参りましょう。なにわ男子の、なにわ男子の、ブラジー。こんばんは、なにわ男子の西畑大吾です。こんばんは、道枝俊介です。いつまでもウブな気持ちを大切にリスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のウブラジ、今週も始まりました。イエーイ。今週はですね、人懐っこくて身長以外は可愛らしい道枝俊介とそんな道枝俊介に初対面で合気道の技をかけられた西畑大吾そんな息ぴったりの2人でお届けしたいと思いますけども息ぴったりですね。いや、今日息ぴったりなんですよね。そうなんですよ。というのも、はい、僕ら今ニット着てるんですけど、はい、あのもろかぶりなんですよ。そうなんですよね。私服もろかぶり、全く同じニットで、タートルネックかタートルじゃないかっていうぐらい。そうやね。ミッチーがこうブス入ってきた時に、あっああちょっと待って、かぶってるやん、かぶってるやん。いや、もうなんか打ち合わせとかもなしに、なしに、もう、まあ、それはなんかね、ちょっとウブラジはさ、一緒に写真撮るからさ、一緒の格好にしようや、みたいな話も全くなく、で、別に前現場があったわけでもなく、まあ、これですよね。そうよ。そう。いやー。そうそう、あのね、黒のニットなんですけど、はい、ちょっとお胸にワンポイントあるような。ワンポイントあるようなニットなんですけど、こんな偶然あるんだね。これは息ぴったりですよ。息ぴったりですよ。来ましたよ。いやー、二人で息ぴったり。うん。いや、最高ですね。最高ですね。で、この二人の組み合わせは、去年のですね、5月以来。あ、5月以来か。2回目と。約1年。随分と間空きましたけども、ね、ミッチー、韓国行ってましたね、はい。行かせていただきました。はい。主演映画がね。そうなんですよ。韓国でヒット。で、きっかけで先月下旬に韓国。行ったみたいですけど、はい、そうなんです、行かせていただきまして、すごかったね。いやー、すごかったですよ。うん、すごく、まあ、自分で言いたくないわ。いや、すごかったよで、こうニュース番組とかでも取り上げられてたやんか。そういうの見て、うわすげえみたいな。いやー、もうありがたかったですね、本当に。やっぱりなんか人は空港にいるかもしれないっていうのを聞いてたんですけど、うんうんうん、けどあんなにいっぱいいると思ってなくて、うんうん、なんかもうおーってなって、うん、なんかもう素でびっくりしちゃって、うん、で隣にいたマネージャーさんがその動画を撮っててくれたんですけど、うん、近くでね、そう、近くでだから満面の笑みで撮ってたから、うん、そうっていうのもありまして、なんかすごいいろんな体験させていただきまして、うん、舞台挨拶13回とかそれぐらい。すごいね、そんなにしたん。そうなんですよ。2日間に分けて2日間で13回したん。そうなんですよ。すっげー。でも1回その7分から8分とか10分弱ぐらいだったんで、うん、まあそんなにその長くは
やってないんですけど、一回一回、うん。けど、回数が、こう、たくさんやらせていただいて、いやー、韓国のファンの皆さん、すごい温かかったです。はい。めちゃくちゃいい経験になりましたね。なんか結構こうさ、やっぱこう、国を、こう、ね、またぐことによって、やっぱこのファンの皆さんの文化もやっぱ違うんだなっていうのを。そうなんですよ。すごく感じた。だって、舞台挨拶で、結構こう、ね、結婚教えてくださいみたいな。いいよーとか、とか、結構こう、発するんやみたいな。そうそうそう。なんか直でコミュニケーション取るっていうのが日本ではあんまり。そうね。ライブとかやったらあるけど、うん、けど舞台挨拶とかっていうのはもう静かに耳を持ってくださってるから、うん、韓国でこう舞台挨拶した時にすごいこう直接コミュニケーション取れるっていうのがすごい新鮮でしたね。うんうん、いや、いいよ。しかも初海外でしょ。初海外でした。ね。初海外。生まれてきた中で。生まれてきた中に、20年目にして、人間20年目にして、うん、初海外行かせていただきました。いいよね、はい。それがこう、またお仕事っていうのもかっこよかったりもしますから。すごいありがたいですよ。道ゲッタ俊介、ね。道ゲッタ俊介ですよ。はい。知ってます皆さん、道ゲッタって。だから僕は道枝俊介が韓国で言われるときに道ゲッタ俊介っていうこう、訛りが入るんかなと思ったら、それはなんか違うかったみたいです。その道ゲッタの意味を、ミッチーに聞いたんですよ。ちょっとニヤニヤした顔で、まあ、ちょっとなんか自分から言うのはあれなんですけど、なんか道ゲッタってなんかかっこよすぎてなんか、うん、もうおかしくなりそうみたいな意味があるみたいで、そうなんかそれがなんか僕がなんかかっこよすぎてなんか変になっちゃいそうみたいな意味があるみたいです。そんなドヤ顔出てるわ。ドヤ顔で。言ってない、言ってない。で、道ゲッタ俊介。そうそう。道枝と似てるから道ゲッタ俊介。それで道ゲッタ。はぁーと思って。いや、いいあだ名をね、付けさせていただきました。付けさせて、俺が考えてるんだよね。いいやん。考え持ってもらいましたね。道ゲッタ大吾になれるように頑張ります。道ゲッタ大吾。西ゲッタね。西ゲッタあるかな。西ゲッタ大吾ね。あったりするかな。はい。まあ、西畑くんは、花粉症のシーズンが到来ということですけど、どんな対策、この間、ジョーくんと一緒に耳鼻科行ってきました。いや、はい、というわけで。いや、今日主演映画情報会議になってたじゃないですか。あ、それありがとうございます。ありがとうございます。ジョーくんの誕生日から大丈夫です。ジョーくんは、ジョーくんも誕生日やけど、うん、ジョーくんは、とりあえずさ、後で祝うにして、うん、やっぱりこう、主演映画がこう、いや、そうなんですよ。ホラー映画で初主演。はい、させていただくんですけど、ありがとうございます。西畑大吾なんですけど、機械島という作品で、はい、清水崇監督、ジオンであったり犬鳴村の、はい、とこう一緒に作品をさせていただくことになったんですけど、はい、発表になりました、はい、6月16日公開ですので、まあちょっと先なんですのでね、先になるごとにつれていろいろ言っていきたいと思います、はい、というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、ここで一曲。3月8日にリリースされる僕たちの最新シングルです。なにわ男子でスペシャルキス。藤原丈一郎です。長尾健太です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、お聞きの地域によってはすでに過ぎていますが、バレンタインの時期。まあ、チョコレートじゃなくても結構です。二人で甘い食べ物の中のナンバーワンを勝手に決定してください。いいですね。いっぱいあると思うんですよ、ね、甘いも、うん、何がある甘いもマシュマロとか、ね、マシュマロいいね、うん、マシュマロとか、まあ、それこそハイチューとかね、あ、お前、アメちゃんとかもあるし、うん、アメちゃんもあるし、いっぱいあるので、はい、皆さんのナンバーワンを勝手に決定しちゃってください、はい、ということで以上、藤原丈一郎と長尾健太でした。ここじゃあ、ここ出口に近いそこのあなた、甘い二言お願いします。二言なんやね。二言、あ、お前二言、二言じゃないや、なんなん二言って、めっちゃ刻むやって、マジかよ。よかった、西やったら大体奥なんすよ。中入って、まあ、最初に来ることが多いから、こう奥に来て、おお、マジか。でマイクもちょっとね、メンバーカラーチックにしてくれてるんですよね。そうですね、そうそうそう、赤とかピンクとか、ピンクとかね。なので、うん、自分のとこ座ったら、ありがとうございます。よし、じゃあまず甘い食べ物の中でナンバーワン勝手に決めてくださいということですけど、はい、何が好きですか、道は。僕はね、やっぱりローソンさんのチーズタルトが好きです。あー、美味しいよな。最高ですよ。わかるわ、めちゃくちゃ美味しい。こう、うちカフェスイーツ食べたなるもんな。うん、ついつい買っちゃうんですよ。だからすごい、それはいいですね。大好物です。僕は回転寿司、回転寿司に置いてある、はい、ミルクレープ。あー、めっちゃ好きなんですよ。確かに回転寿司のスイーツってさ、うん、美味しいよな。美味しいのよ。めちゃくちゃわらび餅とかもね、美味しかったりするんですけど、はい、僕はやっぱりね、
ミルクレープ。ああ、ミルクレープ。あれね、あの、クオリティで、もうほんまにこう、百数円で、出してるのマジですごいと思う。まあ確かにそうだな。ほんまに美味しい。クオリティめっちゃ高いよね。はい。うん。はい。はい、じゃあ、お願いしてもいいですか？甘い二言。出口に近いですから。出口に近いからね、俺が。うん、お前も、道ゲッタにしてやろうか。もう一言、もう一言。あ、そっか。一言か。二言。二言。そしたら、俺はお前のことがもっと好きになっちゃうぜ。なんやねんこれ。なんやろ、ダッセー。ダサいよな。ダッセー。ダッセー。嫌だわ。嫌やわ。道げったにしてやろうかって言われたくない。いやでも、それぐらい、なんか、好きにならせてあげようかっていうことですか。それほど虜にしてあげようかっていう。でも、もうそれからがだからですかね。そうなってくれたら自分ももっと好きになるかもみたいな。そうですね。いいじゃないですか。ありがとうございます。言い方めっちゃダサかった。なんかアニメのキャラクターみたいな感じでしたね。よかったでございます。ありがとうございます。ということで、ここからはですね、近況トークのお時間でございます。はい、今日はミッチーから近況お願いします。はい、先ほどお話しさせていただいたんですけど、うん、韓国に行かせていただいた時に、うん、その韓国でのそのプロモーションが全部終わった後に、焼肉屋さんに行かせていただいたんですよ。その時に、焼肉を食べてて。で、その焼肉店員さんが、その、お水を持ってきてくださったんですね。はいはいはい、で、お水を持ってきてくださった時に、その、ピッチャー、お水ね、うん。ピッチャーで持ってきてくださった時に、僕が受け取ったんですけど、その、あ、お腹鳴った。お腹鳴った。こう、思い出したんかな、今の焼肉を、思い出したね。思い出したね。焼肉思い出しちゃったよ。ちょっとイメージしたらお腹が空いてきちゃって。で、その、僕がピッチャーを受け取った時に、すごいその店員さんが満面の笑みなんですよね。めちゃくちゃ満面の笑みで、どうしたんやろうと思って、俺が受け取った後に、俺に満面の笑みで、指ハート、ふんってやってきて、すごい可愛らしいなって思ったっていう。いいね。はい、思いました。いいね。うん。なんか感情をもろに、こう、ストレートに伝えてくださるのがすごいありがたかったです。うん、そうやね。はい、なんかこう、やっぱり、なんやろな。やっぱり日本語話だから、ね、多分、うん、韓国の方ではないやろうなっていうの多分思ってたんやろうね。うん、はい。ハンドサインで。そう、ハンドサインで。伝わるような。伝えてください。かわいい、ね。かわいかった。いいね、美味しかった、はい、美味しかったです、焼肉めちゃくちゃ。いいね、最高でした。何食べた、はい、他に。ブデチゲ？ブデチゲ？なんかソーセージとか入ってる。あー。なんかコチュジャンとか入れてこうやるやつなんですけど。はいはいはい、で韓国風の鍋みたいな。そうです、そうです、うん。がすごい美味しかったですね。いいね。うん。行きたいね。いや、何は男子で行きましょう。行きたいね。はい。今度はね。ちょっと道ゲッタ男子になりたいもんな。道ゲッタ男子になりましょうよ。あ、初海外でさ、戸惑ったこととかってあったりしますか？戸惑ったこと。うん。なんやろ。戸惑ったことか。うん。戸惑ったこと？なんやろうな、うん。めちゃくちゃ寒かったんですよ。いやー、そうやんね。大寒波で、なんか。うわ、そっか。ここ最近で一番大寒波みたいな。うん。最低マイナス17度の、最高マイナス11度ぐらいの。寒っ。めちゃくちゃ寒かった。おうおう。なんかもう外出るだけで、もう白い息が出るぐらい。うん。それほど大寒波で、うん、日本とはまたレベルが違う大寒波で。あー。なんかシベリアから来た寒波が、韓国に来てるみたいな。はいはいはい。を聞いて、なんかすごい、もう今まで体験したことないぐらい極寒でした。ああ、そうやね。はい。そうやっぱり行くところどころによって全然こう違ってくるからね、気温っていうのも。だからすごい初めての経験でした、それは。いいね。はい。言ってたやん。ボディーガードさんもさ、はい、この空港の時についてくれてたわけやんか。はい、その時に、こうなんか今から、出ますみたいな時にあったんでしょ、掛、はい、け声みたいな。あ、ありました、ありました。空港を扉開くときに人が結構いるから、で、その空港のその、案内してくれる人かな、うん、多分空港の中のその、偉い人の子なんですけど、うん、が、その、韓国の方で、英語を喋れる方だったんですけど、うん、出る直前にその人が、僕とマネージャーさんに、うん、I'm ready? って言って、かっこいいかっこいいで、俺らも、Go! めっちゃいいやん。でもビーンって楽しそう。それ愛情あいたんやー。I'm ready? Go! そうそう。うわ、いいなー。楽しかったですよ。ね、いつかね。いつか行きましょう。何を出していきましょう。頑張りましょう、はい。ということで番組はまだまだ続きます。何を出しの
ウブラジー。今日のメンバーは道枝俊介、西畑大吾。男子の西畑大吾です。道枝俊介です。何を男子のウブラジーをお送りしております。はい、さあここでふつおた紹介していきたいと思います。はい、あなたの心の拠り所、のんちゃんさんからいただきました。はい、私はこの前自分の特技に気がつきました。はい、それはトランプの大富豪です。おう、カードゲームが苦手で何で戦っても常に最下位争いをしていた私でしたが、はい、この前数年ぶりに大富豪を行い、結果5ゲームすべてダントツ1抜けでした。おお、すごいや。なにわ男子の皆さんはトランプやられますか？トランプにまつわるエピソードあったら教えてくださいとのことですけども。ああ、大富豪ね。大富豪ね。でも大富豪とかってもうほぼ運じゃない？もう運やな。だってカードを何来るか分からへんし。そうやね。運ですよね。まあだからその戦略とかが、なんかさ、うん、大富豪ってこう、地域性あるくない？ある。なんかこう、七渡しとか、イレブンバックとかさ。ゴトビとかね。あ、そうそうそう。ゴトビとかね。ゴトビそう。なんかこう、だから、なんか、小学生の時とかは、矢切りとか、革命とかで楽しんでたのに、なんか、高校生ぐらいだったら、ちょっと待って、何それみたいな。そうそうそう。イレブンバックって何みたいな。ルール。いや、わからん、ちゃうみたいな。そう。ゴトビ救急こうなったら飛ばすんって言って。救急車って何みたいな。あるある。そう。何みたいな。よくわかれへんねんな。あったりするんで。そう。どうですか、トランプ。うん、いや、俺めっちゃ弱いと思いますよ。うん。なんか、うん、特に大富豪とかは、うん、俺なにわ男子でやってた時もまあ負けてましたし、うん、なんかジョー君とかが強かったのかな、うん、長尾とかそういうなんか戦略系が得意な、うんうん、だから俺も結構負けてましたね。そうね、うん、なんだっけ、このぐちゃぐちゃ神経衰弱。そう、神経衰弱。もう神経衰弱が出てこえんの。やばいやばい。でも神経衰弱とかさ、ほんまに学生時代とかめっちゃ強かったのよ。ああ、そうなの。記憶力良くて。ああ。だから暗記とかのこう、勉強とかも得意やってんけど、うん、なんか最近、物忘れすごくて、まあ、それこそ今の神経衰弱とかもそうやけど、はい、おともできひんと思うねんな、今やったら。いや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 、何おっしゃったら。今やったらできひんよね。いやー、それ、まだ若いのに。ね。まあ、トランプとはまた違いますけど、僕らね、YouTube とかでなんじゃもんじゃゲーム、ね。ああ、やってますから。はい。名前つけていって、それの、ね、絵柄が出た時に、その名前を言うみたいな。はい。ぜひぜひ見てください。なんじゃもんじゃめっちゃ面白い。なんじゃもんじゃやってみてください。そう、なにわ男子のなんじゃもんじゃめっちゃ面白かったよ。めっちゃ面白かった。なんかもうネーミングセンスがもうまずいよね。あれめっちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かったです。ぜひ見てください。お願いします。ということで続いてはこちらの新コーナーに参ります。決断、なにわ男子。はい、人生は選択の連続でございます。はい、このコーナーではですね、A にしようかな、はたまた B の方がいいんじゃないかな、みたいな、そんなどちらを選ぶか悩んでしまう2択をご紹介いたします。はい、全員20代になり、大人の何を男子がズバッと、その、はい、ですね、問いに対して回答していきたいと思います。はい、我々なりの正解を導くコーナーとなっております。はい、じゃあ行きましょうか。はい。よりどころネームゆかりさん。仕事終わりの一人ご飯、行くならどっち？うん。A 行きつけの店、うん、B まだ行ったことのない店。え、これ迷う、これこれ。それじゃあジャッジしていきますか。はい、西畑は A 行きつけ、道枝も A 行きつけ。いや、これ行きつけじゃない、行きつけの方が行きやすいと思う。行きやすいやん。うん、いや、まあ確かに、なんていうか、まだ行ったことないところだったっけ。あ、行ったことないところだったらちょっと厳しいかも。うん、なんかね、ハードルが高いというか、うん、だってお仕事終わりでちょっと疲れてるわけやん、うん、疲れてるのに新しいとこ探すってなかなか冒険じゃない？結構冒険ですね。うん、なんかグルメ好きの人とかやったら割と毎日開拓してそうなイメージはありますけど、うん、そうね。でもそのなんていうの、グルメ好きじゃない、うん、その僕らみたいな、うん、だったらまあ行きつけの方が多いんじゃないですか、ね、多いよ、うん、行きつけ、あんまり行きつけじゃなくても例えばなんかチェーン店とか、ああ、チェーン店とかね、牛丼屋さんとかカレー屋さんとか全然ね行っちゃうもんな。行っちゃうから、うん、ああ、そう、ちょっとこうまだ行ったことない、まだ行ったことない、お店行きたい人の気持ち知りたいな。ああ、続きまして、埼玉県ラジオネームルンさんからいただきました。はい、デートの日に寝坊、待ち合わせ時間ギリギリ、はい、どっちを選ぶ？ A 髪はボッサボサだけど遅れないように行く、 B 時間に遅れても身だしなみを整えていく。うわ、これむず、難しい。うわー、これは。じゃあ、ジャッジしますか。ジャッジしよっか。はい。西畑は、
B 時間に遅れても身だしなみは整えていく、はい、俺も B 身だしなみ整える。うん、これはそうよね、やっぱり、うん、これはなんか、うん、なんかいや遅れないように行くのもちろん大事、もちろん大事ですけどね、うん、しかも寝坊してるわけですから、そうそう、絶対遅れないように行くのがいいんですけど、うん、デートってなったらね、デートはね、なんやろ、遅刻、それ寝坊して遅刻遅れても、うん、身だしなみ整えてたら、遅刻はそのなんていうのかな、まあその時だけというか、うん、一瞬でなんかこうそんなに長く引きずらないと思いますけど、うん、身だしなみって結構もうその一日ずっとじゃないですか。そうね。だから身だしなみの方が大、まあ身だしなみの方が大事っていうか、うん、整え、遅刻してでも整えた方がいいのかなと思うんですけど。そうやね。やっぱ清潔感というか、うん、そういうところも大事になってきますから。うん、ってなるとやっぱりってなるけど、例えば、うん、お友達とご飯に行く約束とか、うん、なんか友達と遊ぶ約束してたみたいなやったら俺。ボッサボサやけど、俺も全然ボッサボサ。別になんかその姿を見せてもいい人なのであれば、うんうん、全然それやけど、デートはな。デートは彼女も恥ずかしいじゃないですか、ね、ボッサボサやったら。だからね、うん、B。で、もうなんか連絡とかもできるしね。うん、ということで僕らの回答は B、B です。時間に遅れても身だしなみを整えていくです。はい。はい。じゃあ続いていきましょうか。はい。ラジオネーム風花さん、うん。一生言えなくなるとするならどっち？はいはい。A、なんでやねん。B、知らんけど。あー、これちょっとむずいかも。どっちやろ、関西人やからな、これ。知らんけどめっちゃ言うもんな。なんか、うん、どうしよう。なんでにらしいで、あ、知らんけど。知らんけど。いや、知らんのかいみたいな。いや、いやでもなんでやねん、なー。一生言われへんからな。一生言われへんく。選んだ方が一生言えなくなるってことですよね。うわー。選んだ方が一生言えなくなる。言えなくなる。わかりました。じゃあ、ジャッジしましょう。はい。西畑は B 知らんけど。俺も B 知らんけど。お！お、いいんじゃない？結構。これはやっぱ今日はもう、さすがペアルックなだけありますよ。息ぴったり。息ぴったり。なんかやっぱ知らんけども、うん、使うけど。けどやな。使うけど、なんかなんでやねんの方がなんか、うん、親しみやすさじゃないけど、うん、なんでやねんの方が、多様性はあるじゃないですか。そうね。だから、うん、知らんけどとか言ったら、うん、まあ分からんけどとか、そう言い方変えれるし、うん、そうやね、正直言うと。で、なんでやねんってこう、とっさに出てまうんですよね。ああ、そう、確かに。関西人。うん。え、なんでやねんみたいな。とっさに出へんかった時の、そのなんでやねんの代わりになるワードが多いからね。そうやね。でも、この、知らんけどを選んでしまったら、ジャニーズ WEST さんの知らんけどっていう曲を一生歌われへんから、ね。なんでやねんに変える。でも、なんでやねん。がダメになったら我々の妄想中ディスコっていう曲が歌われへんくなる。うわー、どっちも失ってほしくないな。そうやね、どっちも失いたくないよね。あー、これは難しかった。これ難しいな、関西人は。でもやっぱり突発的に出ない、知らんね、知らんけど、なんしてね、知らんけどがどっちかって言うと、そうやね。ということで僕らの回答は B、 知らんけどです。はい。うわー、来たよ。なになになに、埼玉県ラジオネームプリンのアラモードさんからいただきました。プリンのアラモード。1ヶ月語尾につけるならA にゃん、 B ダプー。どっちも嫌やねんけど。だからどっちも嫌だ、嫌だにゃんとか、どっちも嫌だプー。うわー、これどっちやろな。なんなんこの究極な選択みたいなやつ。にゃんかダプーね。にゃんかダプー。もう、1ヶ月語尾につけるのは東海オンエアさんなんよ。企画でやってたやん。そうそう、にゃんとか。じゃあやってみます、じゃあ。やってみますか。じゃあ、どっちがいいですか今。じゃあ、俺ダプーやりますよ。ダプー、じゃあ、にゃんで。いや、どうするダプー。いや、難しいにゃん。いや、結構、愚問ダプー。ねえ。こんなこと、だって別にさ、あんまりつけないんだにゃん。えぐいにゃん。やばすいにゃん。やばいダプー。もうやめよう。やめよう。なんかもう、しんどなってくる。いやーもうこれすごいな、これ。で、どっちにしよう。どっち、つける方、つけたい方やね。つけたい方。うん。つけたい方やったら、決まりましたよ、俺も。はい。はい。西畑は、B ダプー。お。俺 A やわ。
え、にゃんね。にゃん。これ分かりましたね。はい。じゃあ、A から。いや、ダプーって、なんか結構きつくない？ダプー、にゃんもまあまあ、そうやけど、うん、なんか、なんていうのかな、にゃんの方が、なんか、普段から使ってるじゃないけど、うん、使いやすさはありそう。なるほどね。にゃんの方が。うん、なんかちょっとこう、おちゃらけるときとか、ちょけるときとかに、にゃーみたいな、なんか、うん、冗談でやったりとかするから、うん、そっちも馴染みがあるのかなって思う。なるほどね。でもずっと、もう何に関してもにゃんをつけないといけない。うわー、いや、まあでも、うん、にゃん、にゃん、うん、いや、もうわからん、もう。いや、僕はダプーの理由に関しては、なんか、あ、この人、罰ゲーム受けてるんだなっていうのが、ああ、なるほどね。ダプーはめっちゃわかりやすい。そういうことか、そういうことか。にゃんはちょっとわからん。いそうやもん。なーになになにゃーんっていう。いそう。いそうやから。わかるわかる。ダプーはおらんぞと。ああ、確かにな。だってこんな濁点とね、丸つくことあるみたいな。うん。ダプーやで。ダプーは罰ゲーム感はあるわ。そう、罰ゲーム感あるから、あ、え、それ何？罰ゲームみたいな。あ、そうだ、プーみたいな。これ、1ヶ月間語尾につけないといけないんだ、プー。にゃんはないもんな。え、ほんまにこの人、にゃんはちょっとなんか、いそうやもん。こう、キャラ付けとし、アイドルの方とかで、キャラ付けとかして、こう、いそうっちゃいそうやから。いそうっちゃいそうですから。そういうところでダプーかなっていう。ダプーはおらんやろ。ダプーはいないよ。これどうしましょうか？どっちにします？どっちにしようかな、これ。え、いや、まあ確かに、ダプーの方が、うん。うん、使い勝手というか、うん、説明しやすそう。でも、ダプーは多分、ちょっと生きづらくなると思う。その、ね、普通にこう、暮らしてて。まあ、確かに。まあ、だから、どっちやろうね。どっちにする？ダプーにしますか。ダプーにしますか。しましょう。じゃあ、ということで、僕らの回答は、B、ダプーです。だから、この送ってきてくださったラジオネームプリンのアランモードさんをですね、1ヶ月、タプーを語尾につけてください。はい、お願いします。お願いします。こんな感じで2択の質問を送ってきてください。宛先はこちら、なにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com です。以上、決断なにわ男子でした。ここで1曲、なにわ男子のウブラブのカップリングでございます。なにわ男子で What the Funky。 西谷と大吾、道枝俊介、なにわ男子のウブラジオをお送りしております。はい、ではちょっとメールをね、紹介していきましょうか。はい。東京都ラジオネーム、おやつはプリンさん。うん。私はもうすぐ合唱祭でクラスで一曲自由曲を歌います。はい。コロナの影響もあり、私自身合唱祭は3年ぶりで、久しぶりにクラスで歌えてとても嬉しいです。うん。なにわ男子の皆さんは学生時代合唱祭で歌った曲はありますか？はぁ、何やったっけ。なるほどね。僕もありましたね、小学生の時。小学校4年生かな。4年生か3年生の時に、連合音楽会っていうのがあって。何それ？なんかこう、堺市のいろんなところの地域の人がこう集まってきて、でそこでこう、合唱するっていう。その、小学校ごとに。うんうんうん、で、小5かな、小5の時に連合運動会っていうのがあって、それも堺市に集まってきて運動会するっていう。連合組んでんねや。そうそう、そこでやったのが堺子体操っていう。堺子は元気な子っていう、後ろの堺子体操っていう体操があるんですよ。そうなんや。そうそう、だからやったことはあるけど、その連合音楽会で歌ったのは翼をくださいやったちゃうかな。あー、大きな翼をくださいか。あ、そう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 。ちょっとおかしいね。あれまさかのこの空にのとこじゃなかったっていう。が欲しいか。そうそうそう。あ、はいはいはい。いやいやいや、もう。翼をくださいやった気がするなぁ。あ、なるほどね。うん。俺何やったっけ？合唱祭で何歌ったっけ？ゆずさんとか歌ったよ。おぉ。記憶がありますけど。うん、栄光の駆け足とか。ああ。歌いましたよ。そっか。うん。栄光の駆け足とかこう、合唱で歌ったらより良さそうやもんね。より良さそうですよね。いいね。だから、それこそさ、これからいろんな曲出していく中でさ、はい、何は男子の曲、この曲いいから合唱にしてみましょうみたいなさ、こう、
学校もこれから出てくるかもしれんわけやん。そう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 。なんか嬉しいよね、そういうの。嬉しいですね。なんか運動会でさ、曲使ってくださってたりとかさ。うん、いや、なんか、楽しみですね。楽しみですね。はい、ということで、続いてはこちらのコーナーです。リスナー考案、心理テスト！リスナーが考案した自作の心理テストに我々が挑戦する西田が考案したコーナーでございます。はい、リスナーが、ですね、自分で考えて作った心理テストなので、正解には何の裏付けもございません。はい、その辺はですね、ご了承ください。さあ、早速参りますか。リスナー心理テスト。はい、心理テスト。群馬県ラジオネーム、ブエナスタルデス、まゆさんからいただきました。今、あなたはお散歩をしています。はい。お散歩をしています。道中に、あなたが見たものは？道中にあなたが見たものは？ 1.おしゃれなコーヒーショップ。2、人だかりができている CD ショップ。3、居酒屋さん。どれでしょう？パッとでいいですよ。パッとですか？はい。おしゃれなコーヒーショップ。はい。1ですね。はい、僕は、3の居酒屋さんです。じゃあ、こちら見てみましょう。1を選んだあなたは、今、気持ちに余裕があり、リラックスしています。おお、しかし余裕がありすぎて居眠りしてしまうかも。気をつけて。ラッキーアイテムはたくあん。欲しい。なんでやねん。たくあん、たくあん、このおしゃれなコーヒーショップでラッキーアイテムたくあん。どういうこと。そこはミルクレープやろ。ねえねえ、それとかでわかるけどね。ああ、居眠りしてしまうかもしれない。よかったです。気持ちにリラックス、リラックスして余裕があるみたいですよ。やっぱりまあ大悟くんがいるからかなって。やった、もうリラックスしすぎだよ、お前。眠りしちゃダメだよって言って。あー、眠たくなってきた。なんでやねん。たくあん食べてください。たくあん食べます。そして3、僕ですね、3を選んだあなたはですね、いいネタやアイデアが浮かんでくるよ。お、今日は絶対に滑りません。私が保証します。やった。ラッキーアイテムは金色のシャツ。金色の T シャツやって。金色？いや、持てへんね。持てへんやろ。金色の T シャツって。やった、でも今日滑れへんねんって。今日滑らんねや。うわ、ちょっと嬉しい。今日はってことはいつも滑ってるみたいな言い方。おいおいおい。やめてくれよ。よかった、今日滑らんねん。で、この次週のラジオも滑らんとかね。よ、うん、し、いや、どうなんやろこれ、ね。そしてですね、2を選んだ、人だかりができている CD ショップを選んだあなたはですね、今何かに追われているかも。走って逃げよう。夜はお風呂やサウナでリフレッシュ。ラッキーアイテムは洗濯バサミ。すごいな。なんかめちゃくちゃやな。めちゃくちゃやったね。追われてねって走って逃げようって、そう、リフレッシュして洗濯バサミで洗濯してくださいということです。はい、面白 いいですね。ありがとうございます、はい。じゃあ続いていきますね。はい、ラジオネーム、サーモンって酒らしいで、さん。どんなラジオネームや。今飲むとしたらどの飲み物ですか。はいはいはい。1、メロンジュース。うん。2、お茶。うん。3、ジンジャーエール。お。4、コーラ。はい。俺は、4のコーラ。うん。僕は3のジンジャーエールで。じゃあ、これでいきます。はい。この心理テストでは、隣にいる人があなたのことをどう思っているかわかります。あ、だからミッチってことか？何でしたっけ？僕はジンジャーエール。ジンジャーエール。3のジンジャーエールを選んだ人は、あなたの顔を見たらジンジン泣いていま、泣いてしまいます。どういうことなの？どういうこと？どういうこと？大悟くんが俺の顔見たら泣いてまうの？ジンジン泣いてまうの。ジンジン泣いてしまうの。うん。ああ。で、4を選んだ人は、あなたに、コラーと怒っています。ダジャレかよ！何やねんこれ。ジンジャーエールやからジンジン。ジンジン。コーラやからコラ。コラ。ああ、いや、じゃあもうこれほとんどダジャレやわ。1のメロンジュース。うん。あなたにメロメロです。うん。でも大橋さんやんもう。ほんまや。メロン食べすぎて、みんながメロンメロンやねん。ほんまや。で、お茶を選んだ人は、あなたとくつろぎたいと思っています。ここだけを。ここだけちゃうんや。じゃない。ここだけ普通の情景。何やねんそれ。ただの情景やん、それ。何や。なんか、お茶目なあなたを可愛く見ていますみたいな感じ。あ、いいよいいよいいよ。かなと思ってたら、そうよ。あなたとくつろぎたいと思っています。なんでそこ思いついてないねん。思いついといてよ。もっと。ありがとうございます。続きまして、東京都。はい、俺らの心の拠り所、はい、僕のナナさんからいただきました。はい、今からスポーツをしなければいけません。はい、何のスポーツをしますか？1、剣道。2、スキー。3、テニス。4、フットサル。剣道。お、1、剣道。僕は、4のフットサル。でいきます。はい。はい。この心理テストでは、あなたに今日起こるかもしれない出来事がわかります。何？ 1 の剣道を選んだあなたは、
コテッと転んでしまうかも。もし人にぶつかったら、ごめんねって謝ろう。コテッて転んじゃうかも。もし人にぶつかったら、ごめんって謝ろう。もう一緒やんけ、これ連続やんけ。しかも、ねえ、中3の方で。中3。中3の子。中3。で、フットサルを選んだあなたは、はい、ふっと気がついたら、猿になっているかも。何やねんこれ。俺マジか、俺今日気づいたら猿なってるのじゃんか。猿なってんの。マジか。うわぁ。どんな心理テストや。うん。で、スキーを選んだあなた、2のね、スキーを選んだあなたは、私のことを好きになってなっちゃうかも。はい。うん、いいですよね。テニス何やと思います？テニス？はい。何やろ？テニスやんな。うん、もうテニスっていう単語全部入ってます。あなたと、テニテニスポーツしたい。何やねんそれ。テニテニって何やねん。テニテニ。初めて聞いた擬音。わからへん。テニス、3のね、テニスを選んだあなたは、手に墨がついちゃうかも。何やねん。ああ、もうやばいって。やばいなあ。あかんって。あかんわ、これは。これはすごいわ。これはすごいわ。癖強すぎる。ね、最後ということ、はい、ということですね。長らくお送りしてきたこのコーナーですが、今日で終了です。え、そうなん。はい、やっぱりスタッフの皆さんも分かってたんでしょうね。最近このお便りダジャレ多くねみたいな。あ、ダジャレの、え、なんか毎回ダジャレ全部ダジャレ持って言ってるくないみたいな。これ多分リスナーの皆さんもうなんかダジャレすればええと思ってるかもしれんみたいな。このコーナーやばいなみたいななってると思うので、今日終了です。終了しちゃった、ま、なんて言ってもね、番組ももうすぐ1年を迎えますから、はい、コーナーも入れ替えてフレッシュな気持ちで臨んでいきたいという気持ちもございます。わかりました。ということで、このね、リスナー考案心理テストを送っていただいた、皆様、そしてたくさんのメール本当にありがとうございました。そんなわけでですね、次回の西畑登場会では新しくこんなコーナーをやろうと思います。ほう。題して、西畑大吾の見破れ嘘恋愛エピソード。なるほどなるほどなるほど。はい、この番組にはですね、たびたびリスナーの皆さんから実体験に基づいた胸がキュンキュンするお話が送られてきます。はい。長らくこの番組を聞いている人はお分かりでしょうが、私西畑のですね、恋愛系の話になると、食いつきが非常に良くなります。いいよね。まあ確かにそんな感じするわ。やっぱりさ、ああ、恋バナ、恋バナね。こう人の恋バナってめっちゃええやん。めっちゃええねん。まあね、本当にもう胸がキュンキュンするお話が大好物でございますから、はい、しかもなんかさ、こう学生時代のこうちょっとこう青春的な、もうこの 若さあふれるキュンキュンとかも大好き。まあ確かに、ね、でもね、僕大人な恋愛も好きですよ。だから大人のちょっとこう苦しくなるような恋愛もね、好きなんだね。というわけでですね、このコーナーでは2種類のメールを募集したいと思います、はい、その1、あなたが実際に体験した甘酸っぱい恋愛エピソード、はい、その2、あなたが脳内で作り出した嘘の恋愛エピソード。おお、はい、これこの2つをですね、正解を伏せた状態でご紹介いたします、はい、恋愛エピソード大好きのですね、私西畑はリスナーの嘘恋愛エピソードを見破ることができるのかと、いうところです。そんなですね、西畑 VS リスナーの皆さんの対決コーナーとなっております。なるほどなるほど、まあ、楽しそう。そう、なんと言っても僕はね、関西ジュニアの頃、恋人にしたい3連覇してますから。ああ、もう。いや、もう3連覇の経験がここで生きるという。そう、3連覇の経験がね、やっぱここでね、もう生きてきますから。全部、スパスパ嘘。あ、もう俺絶対嘘。もう分かる。妄想すぎ。妄想すぎ。妄想中ディスコすぎって。そう、妄想中ディスコすぎ。もう、うん、なんでやねんやもん。なんでやねんになる。もう絶対ないですよ。でですね、書き方なんですが、リアルに甘酸っぱいキュンキュンエピソードを持っている人はありのままをお書きください、はい、で、嘘のエピソードの方なんですが、まるっと全部嘘エピソードを書くのは難しい方がいるかもしれません、はい、なので一部分だけ嘘を盛り込む形でも OK です。なるほど。だからちょっと難しくなるよっていうことですけどね、果たしてあなたは西畑を騙せるのか、たくさんの本当エピソード、そして嘘エピソードをお待ちしております。はい、お願いします。楽しみということで、あなたからのメールをお待ちしております。なにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。メールの件名ですが、本当のエピソードの場合の件名は本当恋愛エピソード、嘘のエピソードの場合は嘘恋愛エピソード。あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか。
5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。埼玉県17歳、ラジオネームあやみんさん。22歳の私へ。無事に管理栄養士の国家試験に合格していますか。17歳の私は来年の大学受験に備えて模試を受けつつ、テニスを一生懸命頑張っています。スポーツと食べることが好きな私に、選手としては無理でもサポーターとして選手と共に高みを目指せるよと父に言われた日から、スポーツ選手を支える管理栄養士になることが私の夢になりました。その夢は先日のワールドカップを見て強くなり、サポーターとしてあのピッチに立てたらなぁと改めて思いました。管理栄養士になるには苦手な理系科目の勉強を頑張って、希望の大学に入学したり、大学でも一生懸命勉強したりと、まだまだ道のりは長いですが、夢を叶えるために努力を重ねていくので、選手をきちんとサポートできる立派な管理栄養士になれるよう頑張ってください。努力家の私なら夢を叶えられると信じています。なるほど。でも17歳でこの夢を持ってるっていうのはすごいなと思いましたし、立派よね。立派ですよね。なんかやっぱり管理栄養士ってなると、選手一人一人のなんていうのかな、栄養バランスっていうのを考えないといけないし、絶対大変だと思いますけど、でもそれほどやっぱりこう管理栄養士、その理系の勉強、苦手な理系科目を頑張って克服するっていうのは、もう好きじゃないとできないことだと思うので、そうね、やっぱり今から5年後ですけど、しっかりこの5年間で勉強して夢を叶えてほしいなっていうのは強く思います ね、うん、得意なことをこうするのはすごい簡単やけど、うん、でも不得意なことをすることってめちゃくちゃやっぱり難しいんですよね、うん、気持ちも乗らへんし、うん、でもなんかこういう管理栄養士さんってい こう夢があるからこそ、その苦手なことに対してこう積極的に取り組もうと思えるっていうのが本当に素敵だと思うので、はい、頑張っていただきたいですね。頑張っていただきたいですね、うん、はい、ということで今夜もたくさんのお便りありがとうございました。番組ではあなたからのメールを募集中です。すべてのコーナーの宛先は、なにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルは NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度目を通してみてください。お願いします。はい、ということでここで僕たちからのお知らせです。僕たちの4枚目となるシングルスペシャルキスが3月8日にリリースされますので、ぜひとも皆さんお聞きください。よろしくお願いいたします。お願いします。いやどうした。いやいいですね。楽しかったですね。楽しかったですね。どうでした、お家からお家に来た気分は。やっぱりもうすごいわ。もうお家やもん。お家ですか。なんか居心地良すぎ。もう連絡通路があるのかな。そうそう。なんかもうそろそろ西畑社員証もらってもいいんじゃないかなって。いや、もらってもいい。だってピッてもうそのままなんかちょただいまみたいな感じで。そう、ただいま全員もらってもいいぐらい。そうだよね。ね、だから長浜さんの横にちょっと切って机用意しといてもらって。スタッフさんの名前。用意しといてもらって、僕もそこで書斎にしてね、そこ書斎にして寝れますから。あとベッドも用意していただければ。いやもうガチやガチですけど、まあね、こういうねちょっとゆるりとしたラジオもいいじゃないですか。はい、ということですね。そしてですね、次回のウブラジなんですが、日本放送では特別番組放送のためにお休みでございます、はい、ネット各局ではですね通常通り放送がありますので、ぜひともお聞きください。お願いいたします。なにわ男子のウブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は西畑大吾と道枝俊介でした。バイバーイ。